力がみなぎってくる。俺を退屈させるなよ。よう来たの。お前さんを呼んだのは他でもない。わしが用意したハイパーでスペシャルなトレーニングをこなしてもらうためじゃ。え？急に言われても困るじゃと？バッカモーン！どんな事態にも対処できるように備えておくのがタイムパトローラーの務めじゃろがい。では、早速始めるぞい。今から俺がお前に稽古をつけてやる。さあ、どっからでもかかってこい。こら、稽古中に本気を出すやつがあるか。今のはやられたふりをしたんだからな。くっ、想像以上にできる。なんてことだ。よし、決めるぞ。では、お手柔らかにお願いします。やるなぁ。どう？よくやったな。やりますね。参りました。出だしは順調なようじゃの。今ので気づいたかもしれんが、今回お前さんには混沌とにいる戦士たちと戦ってもらうぜ。さてと、次に戦ってもらうのはこいつらじゃ。じゃじゃじゃーん、この俺様がじきじきに教えてやるぜ。本気でいっぱい遊べる。俺様の次くらいにすごいかもな。さてと、いってえな、もう何すんだよ。今のはちょっと痛かったぞ。お前強いな。どうやって僕を楽しませてくれるのかな。楽しい時間の始まりだ。そりゃ
本気にさせたな。いい動きをするじゃないか。面白かったよ。いい夢が見られそうだ。よしよし、さすがの戦いぶりじゃったな。次も決まっていくんじゃぞ。どんな敵でもこの私が倒してみせる。ありがたく思えよ、人間。人間の身でよくぞここまで。受けるがいい。その調子でせいぜい頑張るんだな。あるじゃないか。ここまでか。手加減はしない。覚悟はいいか。ちゃんと見ていますからね。はい、どうぞ。準備運動にもなりませんね。これは成長が期待できそうです。少しだけ遊んで差し上げます。そうです、それ。今のは良かったですよ。やってくれる。お疲れさんと。そろそろ疲れてきた頃かの。じゃがもうちょっとだけ続くんじゃ。
行くぞ。最後にふさわしいとっておきの登場じゃ。やっと出番か。ずいぶん待たせやがって。でもその分おめえの叩きぶりはしっかり見せてもらったぞ。ワクワクすんな。全力でやろうぜ。おい、手を抜いたらただじゃおかんぞ。まだ終わってねえ。なかなかやるな。俺が負けただ。まだ終わってねえ。おひゃー、おめえほんと強いな。そこまで。悟空とベジータ相手にようやったの。これでわしのトレーニングは終わりじゃい。鍛え直したくなったらいつでも来るがよい。また違ったトレーニングを用意して。なになに、なんだか面白そうなことしてるじゃない。騒がしいと思って来てみたら。妖怪王神様の考えたスペシャルなトレーニングですか。気になるか。気になるじゃろ。よかろう。お前さん、わしのトレーニングで身につけた力、こいつらに披露してやれ。わっ、そんないきなり。時の怪王神様、なんだかいつもより動きが早いような気がしませんか。ほっほっほ、どうじゃ、これがトレーニングの効果じゃ。さすがおじいちゃん、いい運動になりそうだし、受けて立つわよ。あなたの全力、俺たちに見せてください。さすがですね。おっと、むむ、やるわね。いつも以上に手強かった。さすがですね。とても勉強になりました。ほっほっほ、ほいじゃ、トレーニングの成果も確認できたことじゃし、みんなでおやつタイムにでもするかの。あら、いいわね。それなら私がお茶菓子でも作って。やめんか。お前さんが作ると大変なことになるわい。お前のこと見直した。ちょっとびっくり。